第74回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント2回戦が15日放送され藤井聡太七冠22イコール竜王名人王位王座棋王王将棋聖が西山智香女流三冠29を破り3回戦進出を決めた写真藤井聡太七冠を前にした西山智香女流三冠困ったちゃんな表情 注目の一戦は藤井七冠が終盤にリードを広げて勝ち切った。終盤はかなり難しい局面が続いたといい、やはり西山女流三冠の実力も感じるところがいろいろあったと思っています。高い実力は私もよく知っていたので、普段のタイトル戦と変わらない気持ちで臨みましたと振り返った。藤井七冠は NHK 杯では一昨年初優勝を果たしたが、 昨年は決勝勝で佐々木勇八段に敗れて準優勝だった。藤井七冠にとっての初戦で結果を出すことができたので一つでも上に進んでいけるように頑張っていきたいと2年ぶり優勝へ前進した。